自民党と公明党は軽減税率を除く税改正について合意し来年度の税制改正大綱をまとめる手続きに入りました財界から要望のあった法人税減税は現在の32.11%から29.97%の20%台に引き下げます税収が減る分は赤字企業も対象になる外計標準課税を増税して埋めます また、2017年3月末に自動車取得税を廃止する代わりに燃費に応じて最大3%まで課税する新制度を導入します来年の元日からは毎月の通勤手当の非課税限度額を現在の10万円から15万円に引き上げることも決まりました